はい、皆さんこんにちは、クロノです。それでは今日もですね、夜回り3続けやっていきたいと思います。犬の商店街ね、来たとこなんですけども、で今黒い犬を探していたとこなんだけど、ちょうど見つけましたね。何に吠えてるんだ、どうなんだね。黒い犬が悪いやつなのか結局わかんないんだよね。犬を信じるなっていうメモ書きがあったんだけども、でね、他の犬は、襲ってくるし、今、もう何が、あれなのかわかんないんだよね。ただ、あれ？こっち行けないな。でもさっきこの黒い犬こっち行ったよね。ん？どっか抜け道でもあるのか？まあでもあっち行けないし、なんかコンビニの前もね、いたよね。あれ？こうなると行く道がないぞ。行く道ないんだけど、あれ、多分ね、下の方から行っても、まあ今こう見えてるね、あの貝が邪魔をして進めなくなってんだよね。だからといってなんか調べられそうな場所もないし、抜け道があるのかな。どうなんだろう。黒い犬がね、こっちにいざなってたはいざなってたけど、でもなんか調べられそうなとこはね、だいたいなんかびっくりマークが出たりとかね、まずハテナが出てきたりとかするので、もしかしてこっちが行けるようになってんのかな？行けなくなってたとこが行けるようになってるかもしれない。ここがね、行けなかったんだよね。あ、いけないまんまだね。これもう一回祈りとかできないのかな。祈ります。これどんどんなんか後ろから近づいてきて、何なんだろうね。後ろに気配を感じるんだけど、あれ、行く道がないでござる。行く道がないです。どうなってるんだろう。あ、そういえばここって鍵どうだったっけ。ん、なんかドクドク言ってる。いやでも多分ね、いろいろなんかいろいろね回ってきたんだけど、やっぱなかったので、多分ここで目閉じると一応なんか小さくなるんだよね。だからこの状態だと通れるようになるのかなっていう感じなんだけど、あ、消えた、消えましたね。何かに後をつけられてる。何に後をつけられてんだろう。犬を信じるなっていう人が追いかけてきてんのかな。いやでも行きましたね。これこっちだったっけ。もうさすがに道覚えてないぞ。あ、こっちも道塞がってんな。でもここも同じような感じかな。でまあ目を閉じるとなんか追いかけてくるんだけど、これいける？あ、いけた。なるほど。で、消えた時にはもう後ろから追いかけてくる人も出てこないから大丈夫ってことだね。何が後つけてんだろう。黒い犬？そっか、でもやっぱりそうだよね。こういう風になる前にね、黒子が祈るっていうので、ね、道塞いでたのを一回ね突破してるので、まあ多分関係あるんだろうなって思ってたんだけど、まあ目を閉じるイコール祈るみたいな感じになってるのかな。じゃあここもさあ払いたまえ、清めたまえ。あれ、なんかさっきと違うぞ、さっきと違うぞ。大丈夫？ギリギリ。あ、やっぱり黒い犬が追いかけてきてたんだ。ワンちゃん襲ってきた。なんで？あなたは一体？骨あげてたじゃん、いっぱい骨あげたのにさ、襲ってくるの。なんかすごいことになってる。ケルベロスみたいになってる。あ、なんかこっちにもいるな。あっちには行かせてくれないってことか。あ、黒い犬ばっかりになってる。あ、ここ黒い犬の縄張りってことか。で、私をここまで案内して
食べようという魂胆だな。こっち行けなくなって、あれ、あっちでも、あっちじゃなかったっけ。あ、やばい、スタミナがないんだ。こっちはスタミナがないんです。助けてー。上もダメか。スタミナないけどどうしたらいいんだろう。あ、でも今のでさっきのやつをどういたってことだよね。これスタミナないけど一応ね、多少は早く歩けるんだよね。めっちゃ追われてる。多分同じぐらいの速度だな、きっと。これ、あ、こっち行けなくなってんな。あ、やばい。これ、払いたまえ、清めたまえ、急いでくれたまえ。急いでくれたまえ、払いたまえ。よし、行けた行けた。あ、スタミナもちょっと回復してる。でもちょっとだけだけどね。でもスタミナが完全に回復してる状態だったら黒子の方が早いんだね。これもう追いかけられるまんま逃げていく感じでいいのかな。やばいやばい。逃げろ黒子、逃げろ黒子、逃げろ。頑張れ。何か対抗する手段はないのか。もう追いかけられるまんまにね。これなんか逆に誘導されてたりしないかな。早いって、早い早い。ちょっと待って、これ左でいいのかな。あ、違うな、左はダメっぽいな。やば、ちょっと左寄りすぎた。頑張れ黒子、負けるな黒子。頑張れ黒子。黒子大丈夫、負けるな。あ、ここで遅くなった。払いたまえ、清めたまえ。これ道塞いでるやつにね、なんかあんまり寄ろうとしないよね。どうなんだろう、まだちょっと敵対してる感じなのかな。危なかった。でもここなんか同じとこずっとぐるぐる回らせされてない？大丈夫？もしかして黒い犬も払いたまえできる？同じとこだよねここ。あ、あ、待って、こっち上か。あれ下っていけんのかな。こんなとこぐるぐるしてるよねきっと。あ、でもこれ、あー、戻れないか。あ、でもちょっとずつ進んでるのかな。ちょっとずつ進んでるんでいいんかなこれ。あ、でもこれさっきもここじゃなかったっけ。大丈夫か。こう同じとこずーっとループしてるとかない。もう道がさすがにわからんぞ。え、抜け出せたかな。あ、いけたいけた。目を閉じて祈る。払いたまえ、清めたまえ。犬、ワンちゃん、まあこの犬もね、多分被害者なんでしょうね。埋めてあげよう。めちゃくちゃ優しいな黒子。うん、まあその犬を信じるなっていう方が何かしちゃったのかな。で、まあそれが恨みとかね、なって黒いワンちゃんがね、あの怪異化しちゃったのかな。ワンちゃんはずっと苦しんでいたのかもね。で、助けてほしいなって思って一応黒子を呼んだんだけど、まあ自分のね、怒りが抑えられなくてあんな感じになっちゃったのかな。こういう光景いつか昔に見たことがある。でもいつどこで見たんだろう。う、思い出せない。今夜中に思い出せるのかな。お、なんか落ちてるぞ。あ、でもこれでこの商店街のストーリーは終わった感じかな。あれはなんだろう、絆創膏にしてはでかいか。これは汚れた絆創膏。あ、絆創膏なんだ。私が転んですりむいた膝に誰かが貼ってくれたものだ。なんでそれがここに落ちてんの。そうだ、これは昔私が持っていたもの。思い出せる？どうして忘れてしまったんだろう。土の温度を、ん？土の温度を思い出した。あ、これか。あ、これで汚れた絆創膏の思い出を見る。この思い出はどんな感じなんだろう。まあ、またお姉さんが出てくるんだろうね、きっと。あ、この焼却炉見たことあるな。学校の、あ、違う、学校じゃないか。あの、かかしさんのいた方だったっけ？学校だったっけ？どっちかのね、場所にあったと思う。この焼却炉みたいなの。忘れちゃった。これでこの場所に戻ってきたらまた何かあったりすんのかな？
あ、これってあれかな、黒子。なんでここにいるの？お姉さんが屋上から飛び降りて、あ、やっぱり、学校のストーリーの続きなんだね。なるほど。はてな。黒子、何言ってるの？どうして僕たちを置いていったの？ごめん、それは。置いてかないって約束したのに。麦が学校に入っちゃったから。君の猫なんていなかったじゃん。これがあれなのかな？そういう原因になっちゃったのかな？意味わかんないし、黒子多分お化けに呪われたんだ。違う、本当に。近づかないでよ、呪いが映る。あっち行けよ。そんな。ねえ、ただ麦を追いかけていって、その先にいたお姉さんね、落ちてったから、それをね、様子を見に行っただけなのに。泣いたって許さないから。あ、なんか鈴の音聞こえるね。いや、でも。ねえ、何この音？あ、みんなにも聞こえるタイプなんだ。どうなる？まさかお化け？いやー、でもね、黒子いじめちゃダメだよ。本当に呪われてるんだ。逃げろ。いや、かわいそすぎだろ。なんでそうなっちゃうの？めちゃくちゃ優しい子なんだよ、黒子は。なんか来てるぞ。多分お姉さんだ、きっと。ねえ。ねえ、聞こえてる？教えたでしょ？勇気が出る方法。あれ？勇気が出る方法？あ、じゃあ、ん？教えたでしょ？手の中の鈴を鳴らすんだ。さあ、目を開けて。開けない。開けるが押せない。開けない。なんで開けないんだろう？怒ってる、お姉さん怒ってるって、めっちゃにゃおんって。麦？あ、麦が助けてくれたんだ。あ、もしかして麦がお姉さん？ そんなわけとないか。 そんなことはないかな。そうだ、思い出した。落ちたお姉さんを探して屋上から降りてきた後、私へのいじめが始まった。あまり思い出したくない。ああ、思い出したくないからもう封印してたのかな。それから麦が助けに来てくれたんだ。でもあの時誰かの声が聞こえた。教えたはずだよっていうのね。やっぱり時系列的にはお姉さんに会ってたんだけどってことなのかな。誰の声だったんだろう。これじゃあまだ呪いを解く方法がわからない。もっとちゃんと思い出さなきゃ。一度お家へ帰ろう。セーブする。よし。まあ思い出さなきゃってことだけど、多分もう一回見ても同じことがね、見えるだけだもんね。で、あと4つか。次の場所だけでも見つけたいよね。これ、まあ順番とかそんなないんだろうけど、どうなんだろうね。あ、これまた鏡？てか今のとここれ何時間かかってんだろうね、中で。その 黒子の場所の時間的には何時間かかってんだろうね。ちゃんと大丈夫なのかな。あれ、お姉さん。もうタイムリミットが近づいてるってこと？お姉さん出てこれんの？ 脅かしてきよる。お姉さんが脅かしてきよる。次どうなんだろう。まあでも地図見ないことには一旦わからないかな。一旦地図見て、まあ行けそうな場所に行くって感じかな。うん。まあでも商店街の方までね、ちょっとお地蔵さんで飛べるのはもうでかいですね。またいつでも戻れるしね。もうあっちの方お地蔵さんないかと思ったもん。地図。
こう商店街、ただ商店街の下の方ってあれ結局行けてたのかな、途中でちょっと地図がね見れなかったから分かんないんだけど、これお地蔵さんの地図の方が分かりやすいなこっちの地図よりお地蔵さんで見る地図の方が分かりやすいな。ちょっと10円払うけどね、10円をちょっとお供えして地図見せてください、お願いします。商店街のこことここは行けるけど、この下どうなんだろう、海の方は一応終わったもんね。でこっちの方終わってるのと、やっぱ団地のあたりが怪しいよね、ちょっと。ハイビルは結局わかんなかったし、学校。で、学校の前の道から行ける左側っていうかね、の道とかもちょっとまだ行けてないし、怪しいよね。ちょっと学校のとこから左行ってみたりとか、あとここもだね。ここのお地蔵さんのところ道がちょっとかすれてるね。じゃあその辺まだ行けてないってことだ。ちょっとここから行ってみるか。こっちのお地蔵さんワープして、そっから左の方。まあ、ちょっと左下って感じかな。こっちの方だよね。あ、ネズミがいる。これはまたジグソーパズルかな？マンホールがいっぱいあるけど、また、ああ、今度こっちか。雲だった。待って、ネズミさん待って。ちょっと雲の巣に引っかかったの。雲付きで一緒に引っかかったの。雲付きで長いな。このセミ動くでしょ。ほら。だと思った。あ、パズルのかけら。ネズミの穴の中にあった金色に輝く何かのかけら、もっと部品があるのかな？全部集めるとどんな形になるんだろう。でも結構あるもんね。17。で、ここまで続くんだったら18、19、20。20ピースぐらいあるのかな？ね、今まあ最大17ピース目がね、見つかってるとこなんだけど。お、こっち側、どうなんだろう？ネズミがいて、ちょっとミニマップみたいなのもらいたいね。またこれなるよ。ならないわ。ならなかった。まあ、次の目的地までは行きたいけど、あ、地図あるじゃん。地図。そうだ。お地蔵さんと違って、ね、こっちの地図の方が、私的にはわかりにくい。あ、でもなんかちょっと、怪しいとこ来たぞ。なんか白いのいるもんね。遠くからで失礼するよ。あれ？これ、この白いの倒せないタイプ？あ、待って、霧がかかってる。倒せないのか？倒せないタイプの白。あ、倒せた。くらえ。フラッシュ。あれ？倒せない。あ、倒せるけどちょっと時間かかるのかな。ヒットアンドアウェイだ。これ永遠に出てくる。なんだあれ。なんか絵画。どうした？あ、これも、あ、貝かと思ったけど、緑の貝殻。深い霧の中にいた貝のお化けから出てきたとても大きい貝殻。中にもうお化けはいないのにたまに霧を吐き出している。え、その今のでっかいやつそのまま持ってるってこと今。すごいな。クロコすごいな。え、でもこれ持ったところでなんか、これが何か使う要素あるのかな？新しいとこ来たって思ったら全然ね、でっかい貝殻を持たされただけでしたね。下から来たんだよね。こっちから来たけど、まあ、ネズミを追いかけてきたってだけで、そうだよね。この階段下降りてないもんね。なんか雰囲気ありそうなとこに来てるけど、
こっち行くと商店街なのかな。ね、ちょっと周りの雰囲気が、あ、そうだよね。あれ、ワンちゃんいるじゃん。ワンちゃん、あの時のワンちゃん、どうしてまだここにいるんだろう。クロコ、来たるべき時のために助けてあげるためだよってことかもしれないね。消えちゃった。なんだか寂しそうだったな。寂しそう。なんか、他のワンちゃんたちも植えてあげるとかかな。いや、なんかもしかしたらね、全部のストーリー一つ一つに後でね、まあクリアしてから何かやる要素があるかもしれないね。あの、一番初めに行った、まあ畑というかね、の方でカカシさんがいたと思うんだけど、そのカカシさんにね、なんて言ったらいいんだろう。カカシさんにっていうか、カカシさんをね、直してあげるか。なんかパーツをね、集めるみたいなんてなってたもんね。そういえばこっちは行ってないよな。ちょっとこっちも行ってみようか。一応、こっちはあれか。ナタお化けはね、ナタの怪はね、めちゃくちゃ追いかけてくるんだよね。そう。一応クロコのスタミナが続く限りは、逃げれるんだけど、どん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 ね、追いつかれてしまって、まあ結局やられちゃうって感じなのでね、多分一旦近づかない方がいいのかなって感じですね。この線もう一回動くかな、やっぱり。動くと思った。うん、一定時間経つとまた動くようになるみたいだね。で、ここは100名がいるので、100名がどこまで来るのかな。結構来るね。あ、そこまでね。じゃあどっかでかわして、これは10円か。これ今いけるか。あ、一旦じゃあここで待って。お、あれ当たるんかい。それ当たるんだね。はい、一応戻ってきました。で、今100名をかわしたとこですね。で、ここが学校だよね。学校なので、そうだね、学校からまあちょっと斜めだからね、どっちっていうの難しいんだけど、左側って言ったらいいのかな。ね、学校を見てそのまま左側の方面が一応まだね、行けてない場所ね、一応もやがかかってたのでね、まだ行けてない場所かなって思うんだけど、あ、しまっ、あ、そうか、なんか工事してるって言ってたな。それがここなんだ。なるほど。じゃあここの先は行けないんだな。結構行けない場所多いな。まあ今は行けないとかっていう場合もね、あるみたいだけども。で、まあ学校にはまだ入る必要ないと思うし。はい、じゃあ家の方まで戻ってきました。なんか廃ビルと、まあ家までの間のね、一つなんか道があるんだよね。その道でもしかしたら、ね、今だったら行けるようになってるんじゃないかなっていうことで、ちょっとね、今から行ってみようかなと思います。ただ、道ね、ちゃんと覚えられてないのでね、行けるかわかんないけど、このお化け活発だな。ね、多分ね、この先なんだけど、どうだろう、まだ行けないかな。あ、行けそうか。あ、誰。なんか女の子いる。女の子いるやん。え、初めてあの人に会えたんじゃない。なんかあっち行ったけど、ちょっとこっちらへん気になるし、先見てからでもいいかな。で、ここが、あ、商業ビル、休憩所、神社。神社ってなんかもう、あからさまになんかね、エピソードありそうな場所があるね。その前にちょっとお地蔵さんをね、お地蔵さんいいですか、お地蔵さん。あ、こっちから行けなくなってんな。多分ああいう霧がある場所はね、行けないようになってるんだと思うんだよね。お地蔵さん、お願いします、私に力を。あ、追いかけてって大丈夫かな。追いかけていくか。なんかね、君とかね、ちょっと声かけてみてもいいんじゃない、クロコも。
絶対いざなわれてるよそれ。まあ行かないとエピソード進まないけど。でどっち行ったか分かんないのか。おあっち、なんだあれ、蹴鞠、蹴鞠でしたね。あっちに来いってことなんだろうけど、まあそう言われてしまうとこっちに行きたくなるっていうね。随分天の弱な感じですね。あ、やっぱりなんかありましたね。丸っこい文字で書かれたメモ。あれは屋上でしか見えないらしい。だから空を見るなって伝わってるのかもしれないって書いてある。うん。なんか屋上でじゃあ見なければ呪いはかからないってことだね。じゃあ一般的に空を見上げただけでは大丈夫ってことだ。なんかこっち側行けちゃったけど、なんだろう。あ、ここあれか。これハイビルだね。あれハイビルのさ、ここって通り抜けられたっけ。え、なんかここって通れなかったよね、もともと。あれ通れたのに通れってな、通れないって勝手に思い込んでただけ。そんなことある？お、なにこれ、こけし？あー、さっきの少女はこけしだったのか。竹の人形だ。竹の人形だった。こけしじゃない。これについて何か思い出せるかも。竹でできた小さな人形、これを拾った時になぜか誰かが遊んでるように感じたけど誰だったんだろう。なるほど。あ、でこれ家に帰って思い出さなきゃいけない感じかな。なるほどね。でもたまにさ、あのその場で思い出す場合もあるからね、あの今思い出してもいいんじゃない。ね、普段はもうね、その場で思い出すの危ないんじゃないって言ってるけど、ね、もう慣れたよ。黒子ね、強い子だってこと分かったから。あ、やっぱこっち行けないんだ。あ、もしかしてあれか。竹の人形を見たらこっちが行けるようになるのかな。ね、何かを、フラグを立てたらいけるようになってるみたいな感じだもんね。あ、こっちやっぱ行けないね。そうだね、進みたい道が行けないので、多分ね、もう思い出を見るしかないってことなんだろうね。まあでも、次に行くべき道はね、なんとなく分かりましたね。じゃあ家に戻りましょうか。ただお地蔵さんないの辛いな。ということでね、戻ってきたんですけども、なんか、鶏がいるね。なんか鶏に入られてんだけど。どっから入ってきたの、鶏。で黒子なんか言うことないの、鶏に対してさ。え？鶏がいることに対して何も、何も言わないんだけど。なんで鶏いんの？なんで？なんでだ？竹の人形とりあえず思い出そう。なんでそこ突っ込まないんだ？え、もしかして飼ってた普通に。まあ、黒子がボールで遊んでる。一人で遊んでる？一人で投げて、一人で取りに行ってって感じかな。いや、帰ってきてんな。じゃあ誰かと遊んでるね。なんかこんな危なそうな場所で、よく見たら周り人形だらけですね。黒子もしかして昔からそういう、本当に昔からそういう感じだった？ね、カイと友達みたいな。それだったら多分ね、遊んでくれてた、ね、会というか、たちも多分助けてくれると思うよ。いた！なんで急に遊んでたのに、なんで急に襲ってきたの？あ、お地蔵さんがある。これ神社かな？あれ？これが鶏だったんだよね、きっと。ちょっと待って。いや、なんで黒か、なんにも反応してないんだ。これあれだよね。ちょっと待って、このトロフィーとか、あったっけ？やばい、これあったかどうかわかんないけど、この貝殻はなかったような気がするな。さっき拾ったからかな。まあ、なんか、気になることは多いですがね。多分次は神社の方に行けるのかな、という感じなので。まあ、次ね、そっちの方面目指して、やっていこうかなと思います。まあ、今回はね、お時間、これぐらい、いいとこなのでね、これぐらいで終わりたいなと思います。
はい、では本日もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。